こんにちは。韓国フィーカー、ジュニは、テヒです。はい。今日は、テヒおすすめ5選のうちの、まあ私、スイートホームは見たので、ブーでな。うん。見たのでっていうか、まあ4話までだけども、うん、で、今、結婚作詞離婚作曲を見ていて、うん、これはシーズン1の13話まで、あれ全部で16話。そうそう。うん。13話まで見て、まあ結構、なんか、私はもともとあのタイトルをネットフリックスで見たときに、もうすぐに、あ、もうなんかもう見ることないと思った。うん、思った、うん。離婚とかドロドロのね、うんうん、話とか、もうそんなんどうでもいいわと思ったから、うんうん、言ったらもうメロドマ、ドラマやん。まあまあ、だけど、ちょっと高級な感じのな。言ったら昼ドラ的なさ。そう、昼ドラ的なもんやん。え、昼ドラじゃないよ。いや、言ったら昼ドラやん。TBS の金曜10時ぐらいの感じや。ああ、まあな、うん。そっかそっかそっか。うんうんうん、ご機嫌ようの後ではないっていう感じ。そう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 。そうそうそう。年齢割れるよ。そうそう。そうそうそう。うんうん、で、まあ見てということだったので、まあそんなに見る気もなかったけど、うん、見たら。意外と面白いやんって言ってたもんな、うん、最初、うん。うん。面白いっていうか、人物設定がすごいはっきりしてるし、うんうんうん、まあ、三人同じ職場の人たちが、女性が、うん、出てきて、最初から分かりやすかったから、そうやね。うん、いろいろ、うん、この家族構成とかさ、うんうんうん、そういうのが分かりやすかったから、まあ、みんなそれなりにすごいいい旦那さんやし、奥さんたちも、まあ、まともな感じ。まあ、一番DJ が、うん、これが一番動きしたらどうかなと思ったけども、いきなり、サヒョン。サヒョンな。サヒョンが、うん、もう、別れたいっていう。ヘリョンの旦那さんね、うん、DJ の旦那さんがね。そうそうそう、そう、うんうん。まあ相手のね、女の人に赤ちゃんができたから別れたいっていう、バーンってなって、ああ、やっぱりな。まあ、だけどやっぱり、悪いとか以前に、やっぱりもう私らも大人やし、なんでやろうってとこが知りたいやん。うんうんうん。な、うんうん、ああいう風になる家庭内がああやってなっちゃうのは。はいはい、で、あれもや。教授もや。教授ね。教授もな。うん、ちょっと。別れたい。別れ、もう言ったらこの結婚、もう関係にピリオドを打ちたいみたいな。そう。うん。理由は言わんとな。そう。うん、もうなんでやろうっていうところやん。で、この二人がドーンっていきなり、もう、離婚したいってなってるところに、涼しい顔して、神経科医のユシン先生ね。そう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 。ユシン先生は、もうずーっとなんていうの、もう気持ち悪いぐらいいい旦那やん。もうやりすぎなぐらい。そう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 。もうそんな、もうなんていうの、子供ももうあれだけ大きなって、ずっと、僕の天女とか、なんか、もうなんか、完璧な妻とかずっと言われて、私だったらもううるさいわって、もう、鬱陶しいわって、なるよ、うん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 。それでもなんかいつも、うん、奥さん、んとか言ってさ、うんうんうん、なんか、必ずワンポーズ。でも、それも、ピヨンは、うん、ほら、言ったら、両親の離婚っていうのを、があって、はい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 、お父さんの、そうそう、浮気でな、うん。うん。で、まあ、しばらく、そういう追い目を追ってるから、いつまでやろうとしてるやんか。だから、その、ユシンがしてくれることに対しても、うん、そうそうそう、いちいちな。こんなんやろ必ず、そうそうそう、うん、喜ぶやん。喜んでる。それも、だから、まあ、言ったら、こう反応せなあかんっていう。せやな。喜んでますよっていうのも体で表現してる、うん。そうそう。うん。どうやって。そんな感じで。そう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 。で、まあいろいろ、その6ヶ月前に戻ったところから始まってっていうので、もうだん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 いろいろ分かってくるんやな。そうそうそう。そうそうそう。で、まあ、うん、謎の3人の女性がなんか仲良くなって、うん、ご飯に行ったりしてるやん。そうやな。ちょいちょい映ってて、あれも、あの女の子たちなんなんって、まあ後で聞いたら、うん、あれがまあ、それぞれの浮気相手やっていうから、どれがどれにみたいな感じで、なったんやけども、うんうん、私でもな、まずな、うん、まあ、サヒョン、はいはいはい、弁護士のサヒョン、うん、あれがな、別れたい。まあ今、まだ13話までしか見てないけども、うんうんうん、もうDJ と別れて、うん、ドラマーや、ずっとずっとずっとみたいな。はいはいはい、ねえ、まあ今度ね、そう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 。そうそう。まあボディだけはすっごいもう、スタイルいいやん。うんうんうん、けど、もうきっつい顔してるし、うんうん、もうご飯も作らへんし、うんうん、そらな、まあ、あっち行きって思った私。まあまあな。うん。うん、だけど私はな、孫ウォンっていうさ、中国語の教師の、はいはいはい、サヒョンの相手めっちゃ嫌いやねん。なんか友達も、私がもう面白いから見てって言っ
あの言ってきて、うん、言っといて、そしたらこの間 LINE が来て、うん、今見てるねんって言って、めちゃめちゃ面白いなとかって来て、まあその彼女はソンフンがすごい好きやから、うん、もうソンフンがたまらんわっていう。まあ私そこ全然、あの、もう何とも思わへんねんけど、うん、私もソンフン好きやわ。まあ顔かっこいいけどな。うん、で、だけど私もその相手のソンフン大嫌いやねんっていうふうに言ったら、うん、そしたら友達は私はアミが嫌いって来てて。まあアミは嫌いやな。多分全員嫌いと思うね、まあうんうんうん、アミはな。ツールだったらもう一つムカつくからね。うん、今でもムカつくやろ、うん。うん。え、なんであの、そう、あのサンウの、その中国語の先生嫌なの？なんかできすぎた女って感じでさ、なんかこれ。だけどご飯もちゃんと作ってくれるし、優しいし、いいやん。なんか気に入らない。だからどっちかやったらヘリオン派やねん。私はな。ええーうん。ヘリオンなんか言っちゃあかんやん。クッソ生意気でさ。だけど。鬼やんか鬼。でもほら、あの、病気とか胃潰瘍かなんかなってさ、吐血したやん。で、何がって言ったら。それだけ？違う違う違う。あのな、最初、もうあの、教授の奥さん、うん、シウンさんがさ、うん、まあ離婚される。あまあ離婚、まあ離婚というかこうやって旦那さんが言ってきたんやーって言って、うん、そう3年で喫茶店で話すわんや、うん。はいはいはい。ほんで、まあでもそれはやっぱりもうちょっとおしゃれとかしてほしいんじゃないのとか、いろいろアドバイスしてるやんか。うん、で、そこへ自分も旦那に離婚って打ち明けられて、うん、言われて、まあ言ったらプライド高いからさ、うん、その時にまたシウンさんの話を聞いても自分の話は言わんかったやん。実はうちも旦那さんに言われたんやってことはやっぱりもう言いたく、まあ、うん、言いたくないっていうプライドが上がってさ、で、まあまあ、サヒョンが帰ってきたらさ、うん、もう洗面所かどっかで号泣しとったやん。うわーんって。そ私な、あの人が吐血してもな、うん、全然かわいそうともなんとも思えへんかった。いや、私はその、なんていうの？だってさ、旦那さんに対してすること一個もしてへんし、優しくもないし、ご飯も作れへんのに、うん、自分はどうして、自分ばっかりしてくれ、してくればっかりやんか。ほんなもん、女もあんな、サヒョンが。いや、もちろんそうやで。うん、それはね、もうサヒョンのな、両親、二、うん、人もそれはもう、あれやって。もう、ツーの話してしまうと、そりゃもう、そうもん、そうもんなんねん。そりゃそうや、自分の。うん、そりゃ栄養面になるやろうなと思うし。うん、でもそこまでしなんか気に入らんねん、なんか。え、栄養面になるって何？もう離婚したってことなんだ。ちゃちゃちゃ、あの、受け入れる気持ち的に。ああ。それはもうそう思うんやな、みたいな。もう。ほんで、すごい可愛い。いや、子供はいらんことがあかんのんじゃなくて、その。え、でも、作ろうって話に変わるやんか、途中で、やっぱり。いや、だけどそれは離婚されるから、ふんな作ったるわ、的な感じや。ふんな私も一人産んだるわ、みたいな感じや。そこまでじゃないよ、多分。だからそれやったら私もじゃあ気持ち入れ替えますって感じやったやん。で、私はもうなんかこう、ヘリオンのすごいなんかこうさ、あの、辛い気持ちわかる。ただ、言っとくと、やっぱり、あ、なんていうの、ヘリオンはね、もう相当、なんていうかな、腹黒いっていうかさ、あの、計算がないから。ヘリオンは私はでも好き。その逆に腹黒さとかも、もう2になったらすごいからね。じゃあもう私ダメ。あ、そう。まあ、そこも含めて、私は別にヘリオンは嫌いじゃないね。はいはいはい、はい。うん。だから誰、まあ、で、さやなで、一番、もうこいつほんまあかん男やなと思ったのが、教授や。あいつな。娘にゴロカス言われとったやん。そう、あれ見て気持ちよかったな。まあ、また娘の言ってることが正論やね。うん。で、そう、もう教授な。そう。もう教授あかんわね。教授あかんね。ほんまに。うわ、だって、ただ、若い女に目くらくだけやもん。うん。まあまあ、言ったら、教授もそういう演劇の方のさ、うん、指導しの教授やんか。うんうんうん、だから、まあまあ、その、そこへナブーガビンが来て、うん、なんとなくこう、心が揺れたのもわかるし、うん、そのナブーガビンがなんでこう、心がこう、教授に惹かれたかっていうのまで出てるもん、13話とかで。うん、出てる。過去の恋人とか。あ、出てきてない。ああ、あれだ、祖父長の。そうそう、弟な。弟な。そうそうそう。うんうんうん。チラッと出てきたわ。そうやね。だからまあ、それで、結構、こう、傷ついて、昇進で、うんうんうん、やったから、ちょっと、おっさんの、ヘリュン、うん、まあ、に、それはいいわ。うん、別に、若い女の子が、こう、ちょっと、地位もあって、うんうんうん、こう、ダンディーな人に惹かれるのはな。うんうんうん、だけど、それを、あの教授は、正直、家庭に何の問題もないやん。うん。落ち度なんか一切ないやん。うん。そうやね。ね、あの、奥さんがさ、手首痛めたりとか、どうでもええやん、別に。うん、手首痛めてるのがなんか痛々しいとかさ、うん、見てて。うん、なあ、一生懸命やってるからさ。そうやん、ね。ほんなんでも、うん、娘ちゃんもめっちゃ気持ちよかったもん、あんだけ言うって。そう言うてない。ほんまにもう真っ当なことしか言ってないからさ。そう。
丸の娘、うん、よう言うたっていう感じやったけど、スカッとするよね、あれで。そう。ほんで、あの後な、あの教授もな、もうな、面目ないって泣き崩れるやろ。あれもいるわーって言って、私もうほんまに、お前何、泣いて、何こいつと思っても、寒いやみたいな。うん。そんな感じ。で、精神科医はな、うん、私な、正直、まあ、若い子に目くらんで行ってもうたけど、うん、でももう家でしてあげてることも完璧やん。そうやねん。そうやねん。な、うん、ちょっとぐらい若い子に、うん、もう男やからちょっとだけ浮気したって、私は、まあ、ありかなと思った。うんうんうん。この人、で、あの人の場合は、もう絶対夢とか家庭傷つけんように、うん、こう守ろうとしてるやん。うんうんうん。もうここはここって。絶対にね。うんうん、行けない時は行けないし、みたいな感じで。うんうんうん。だけども、教授はあかんわ。教授はあかん。言っちゃあかんわ、うん、あれかな、そう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 。でもさ、そのピヨンがさ、うん、あのそのユシンさんの奥さんな、うんうんうん、があの姑との仲をさこう疑ってるやんか。あのなんかもう気持ち悪いってそうやねん。なあ、うん、でな、一番私もめっちゃ笑ってしまったシーンがあって、うん、その言ったら院長な、うん、亡くなるやんか、うん、ユシンのお父さんが、はいはいはい、その後にその時に駆けつけたユシンにこう抱きついてふわーってやった時の、うん、その睨み方やろ、じゃ引き方二度見ぐらいえって感じやったやんか、うん、でもするやん、それ息子みたいにずっと育ててきてさ、なんかでもだけどもこう密着の仕方が異常やったやん。まああれだけじゃないけどな、韓国人あれぐらい密着するって。だけどもう自分の息子にもするやん。それはあれはもうあのママ母が下心があるからさ、あれはな、うん、あるからもうそれはもうぐわーいっとったやん。そうやで、ね、抱きつき方もな。そう、だけど別にユシンはさ何とも思ってないからな、うん、そうそうそう、ほんまにお母さんやんみたいな、うんうんうん、お母さん、まあ、お姉さんお姉さんっていう感じで思ってるから、うんうん、ただ私がまだ13までしか見てなくて、うんうん、ピヨンにバレてないからさ、そうやねん、バレるんやろあれ結局。せやね、そんなバレた時のピヨンが見たい。そうやろ。あれもなんかもうめっちゃこう裏もたりそうやん、ピヨン。裏もってっていうよりももうあれよね、あの、まあ、あんだけ完璧な妻をしてるわけやから、うん、そのユシンがそうなった時にどう出るかっていうのがまあ見とって。うん、いやーもう楽しみやわ、そこも面白いね。まあそう。うん、そらなー、うん。あとはあの、そのユシンのお父さんのお化け出てきてる？何それ、出てないの、お化けの人てよ、もうそう、なんかひょこひょこいろいろな、もうなんかちょっと薄透明になってな、どこにでも現れるねどこにでもっていうか、こうやって見てんの、そう見てんねんとか、こうじーっとこう今に座ってたりとか、へー、うん、それまあ半分殺されたようなもんやんか、まあまあコテコテのもんいっぱい食べさせられて、そうやれ、怖かったな、後でな、うん、どん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 出てきてな、そう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 、あとあのまあネタとしては、うん、あの教授とそのママ母が現実世界で結婚してたっていう、うんうんうん、ユシンさんの、まあ、義理のというかママ母と、教授、あの泣き崩れた教授が、うん、実際では夫婦で離婚してたっていう、ね、そうそうそう、結構年の差もあるんだとは思うけどね、うん、でもあのまあそんな感じでこれは楽しく見れそう、離婚ものやから私あんまり好きじゃないけど、なかなかいいやろ、うん、不倫ものやだけど、この人間模様がさ、うん、面白いから、ね、設定がな、うん、でまたなんかもう一つちょっと気になるのがさ、ちょっと私はそのイーシウンさんな、その教授の奥さんな、うん、作家さん、放送作家さんが、うん、でも手首こんなんやんか、腱鞘炎、うんうん、で今度なワンからもうなってる、首のこれはめてない、まだはめてない、うん、それがすごく痛々しくてさなんかなあ、あのバカ旦那のせいでさ、うん、そうなんや、うん、ほんま、うん、とにかくもっと2では、うん、さらにこう、うん、人間関係のこうドロドロっていうか、こうほんまにまだ言うけど人間交差点がすごいから、わ、うんうん、かりました、うん、はい、でとりあえずまあ16話まで見て、うん、そうやね、うん、あの楽しみます、もう一回話そう、うん、シーズン2でな、もうシーズン1はこれでいいよ、あ、いいか、うん、分かった、はい、じゃあまたシーズン2でということでね、今日はこれで終わります。안녕안녕